デザート。本日のメニューはこちら、桃と天然水で仕上げたみずみずしい美味しさの桃の天然水シリーズ。夏にぴったりな新しい飲み方があるんですよね。はい、凍らせても美味しい桃の天然水です。この冷凍可能なペットボトルを凍らせて半分程度溶かして上下に強く振ればシャリシャリのシャーベット状態の桃の天然水が楽しめます。本当だ、シャリシャリ。さらに応用編として簡単なデザートも。桃の天然水にゼラチンを加えて桃の天然水のジュレを作ります。グラスを用意し、崩したジュレを入れ桃の天然水スパークリングを注げば桃天ジュレドリンクの完成です。皆さんもぜひいろんな桃の天然水を召し上がれ。